これが特攻隊なんです。3000年前の記事や。これ特攻で死んでいった人はみんなそうなんですよ。俺が死んでいくことで日本の国が助かったらいい、あるいは負けるかも分からへん、負けても特攻という立派な、いや負け方があったって、はっきりそう言ってますよ自分で。これをバネにして戦後の復興を遂げてくれって言ってるんですよ。しかし皆さん、戦後、先ほど僕の周りの人のこと言いましたが、あいつら犬死にや、アホんだれや、騙されよってとかみんな言ってましたね、僕の周りの人は。僕は小学校の頃だから、僕は変な話、中学生になってもう人生って何のためにあるのやろうかと思いました。もう暗い話ばっかり、不平不満、みんな戦争なんか通ってきた人ですから、不平不満、喜びのことは一切言わなかったね。だから子供にとってそんな話を包まれながら生きていくと、これにあったけれども自虐視観になりますよね。もうこれが日本の戦後を作ったんです。しかしもう今は違う。今回のオリンピックはそれを示している。もう違う。だから戦争を知らない世代と書いてあるでしょ、 Z 世代って書いてあるでしょ。もう全然戦争と関係ないんです。自分の親も全然戦争知らない。おじいちゃんおばあちゃんはもうとうに死んで戦争と関係ない。そういう日本になったんですよ。そこへアメリカあるいは中国が沈没していく。アフガニスタン、あるいはアフガニスタン、今この戦いがある。しかし皆さん、このアフガニスタンへ攻め込んだ超大国がある。なんだ昔の大英帝国、7つの海を支配した、オーストラリア、ニュージーランドを含めて。次ソ連、超大国ソ連、3番目はアメリカです。20年前、2001年、9月11日のテロをバネにしてアフガニスタンへドーッと行ったわけです。そうでしょ皆さん、歴史そう考えれば分かりますね。ちょっと心臓というのを声張ってくれますか。アフガニスタンという国は日本ではあんまり言わないけど、世界の人はハートランドと言ってるんです。ハート、心臓だね。ハートランド、つまり不思議な国。これが例えばアジア大陸が、まあいろいろある麻薬の問題も言いましたけど、とにかくこういうものを中心として心臓の役割をしている。逆にアフガニスタンという心臓を誰かが潰そうとすると、その国は滅びる。心臓が潰れると体が死ぬわけですから、だからハートランドとみんな言ってましたね。それを証明しているのがこれです。あのイギリスが大英帝国、世界の7つの海を支配したわけです。アラビアのローレンスの話、皆さん知ってるわけです。だからイギリスといって、今のあんな小さなイギリスではなくて大英帝国です。世界を支配したね、イギリスは。結局アフガニスタンに入ったわけです。アフガニスタン、ハートランドに入って世界支配を実現させる、すると滅びるんです。皆さん、今言ったイギリスが、いや大英帝国がアフガニスタンに入ったんですよって、と驚くか分かりませんが、それが結局この滅びの始まりだったんです。ソ連は皆さん知っているように、1979年、12月、もう間もなく1980年代だ、次モスクワオリンピックだと思っている時に、ぐわーっと侵攻したんですね。ソ連の軍隊が、当時の超大国ですから、ほら、すごい軍隊持ってたわけです。ほんでアフガニスタンを支配した。それからわずか10年経って1990年、もうソ連が内部ガタガタや。その前の1989年、ベルリンの壁が潰れるわけ、もうソ連の面影はないです。そしてその次の1990年になって、ソ連の国内において暴動が起きる。でゴルバチョフというのが大統領になるけども、結局ダメで、1991年
12月超大国総研が崩壊した。不思議でしょ。大英帝国はアフガニスタンに首突っ込んだ滅びだ。ハートランドなんです。知っておきなさい。これから何が起きるか。そしてこの下、先ほども申し上げましたけど、アメリカが2000飛び飛び1年あの9月11日のテロ、そしてアメリカは11月やったと思いますが、アフガニスタン爆撃始めたね。だからもう間もなく11月が来ますが、結局20年経った。もう方法の手でしょ。今ベトナム戦争で1975年、アメリカが負けてベトナムから逃げていくときに、残ってるアメリカ人は、アメリカ軍はどうして助けようとしたと思う？ヘリコプターです。ほんでヘリコプターでアメリカ人を乗せてきて、サイゴン、当時サイゴンと言いました、そこへ降ろして、飛行機の甲板に降ろしたら、あとそれを海へ捨てたんです、ヘリコプターを。今飛行場へ行ってるわけです、みんな。その中にアフガニスタン人もおる、アメリカのために働いた人もおる、いろんな人がうわーって言って、アメリカ助けようできないね。覚えておきなさい、日にちは。今日は8月28日や。8月31日火曜日、これがタリバンがアメリカに対して攻撃をしないという約束になるんです。あるいはバイデン自身が、バイデン大統領自身が8月31日までにアメリカ軍を全部撤退させると言ったんです。もう日にちがないです。時間もないです。注目しなさい。ただアフガニスタンで何が起きるのか、8月31日まで、そうじゃね、ハートランドと言ってるわけです。これからアメリカが滅んでいく。もうもはやアメリカではない。僕先ほど繰り返し、かつて私たちの憧れでやったアメリカはアメリカではなくなりましたよと言った。もうアメリカはこの結果としてバラバラになるはずです、うん、これがアフガニスタンで今起きているところ。で、麻薬ということを先ほど言いましたが、ブッシュたちがそこでベラボーで儲けた麻薬とどういう関係があるのや。だからタリバンが麻薬を握ったわけですよ。それが今回政権を握るということを言ってるわけです。マスコミは一切そういう報道をしない。アメリカの実態が分かるから。もうアメリカっていうのも残念ながら、先ほど寄せ集めの国と僕はここで書きましたが、もうバラバラなんです。内部はバラバラ。やがて日本の時代が来る。やがて来る。そういう単なる希望、簡単なる何々ではなくて、単なる希望ではなくて、正統ユダヤのこの日本が何か起きると思いますよ、うん、そういうことで皆さんこれから見ていただいて、もう一つお聞きのように、ここへね、大英帝国が滅び、ソ連が滅び、やがてアメリカが滅びに入るでしょう。アメリカが8月31日を期して去るときに、次に何が来るんや。中国ですよ。中国共産党が入るって言ってるんですよ、アフガニスタンに。これもまた滅びよるわ。だから日本は待ってるんですよ。だから日本は待ってる。誰が？正統ユダヤの人が。正統ユダヤの人がと僕は申し上げましたが、正統ユダヤが姿を現すことはない。彼らを表す場合は何というやつ、やたがらすって言ってるんです。本当の意味では出ないね。